さきさんの3人の熾烈なトップ争いが今繰り広げられようとしています。今回採用されたデザイナーにはハニークリーパー社との特別契約が約束されています。世界に名前売り出す絶好のチャンスだからさ、頑張ってよ。はい。この世は女性が着る作業服のデザインやってみたいんですけど。農協から頼まれたんです。畑で働く女性たちが素敵だなって思える作業服のデザインやってみたいんですけど。あ、に、え、な、い作業服を作るオートクチュールなんてどこにあるの。絶対ダメだからね。ダメなものはダメなの。そうだ、沙織、会社辞めてさ、独立したら。そうすれば気兼ねなく作業服のデザインできるじゃない。そうよね、それがいいわ。やめちゃいなさいよ。どうした、まだいたのか。広瀬課長、どうもこうもないのよ。沙織がね、畑で着る服をデザインしたいんですって。畑で着る作業服か。会社の格を落としちゃうかも。大変。ねえ、いいじゃないか。やってみたら。どうして、広瀬課長、泥まみれになる作業服よ。沙織ちゃんらしい面白い発想だな。やってみたらいいよ。広瀬課長、そうなんだ。なんでこうなるのよ。オートクチュールが農作業服を作るなんてバッカみたい。沙織のやつ。沙織、弁当買ってきて。お弁当ですか。一番高いやつ、全員の分買ってきて。皆さんの分ですか。早く行きなさいよ。はい。農協の作業服、私が作れないようにしてやるわ。行くよ。はい。行きましょう。はい。遅くなりました。誰もいない。そういうことか。どうして私だけこんな思いをしなくちゃいけない。私の心はいつも涙で濡れている。ハッピーハッピーバースデー、ハッピーハッピーバースデー、15歳のお誕生日おめでとう。ビルの屋上から人が飛び降りようとしてんだって。かわいそう、よっぽどのことだったね。落ち着いて、私たちよ。あなたの思いは分かりました。特別にあなたの願いを叶えてあげましょう。生きている人間。
現世に戻らなければなりません。私もう戻りたくないんです。だからこのまま、まだまだ長い人生を歩いてほしい、そう願っている魂がいるのよ。魂？この子と一緒に優を現世へ送ります。おお、あまり時間がありません。すぐ優に伝えてください。あ、こんにちは。お姉ちゃん、あなた誰？僕は優、優って呼ばれてるんだ。優くんはここに住んでる人？そうだよ。でも僕はもう人間じゃないから人とは言えない。僕は優、僕はお姉ちゃんの味方だよ。僕は心が読めるんだ。心が読める？僕がお姉ちゃんを助けてあげる。僕の姿はお姉ちゃんにしか見えないから。だから心配しないで。あ、いい、え、な、い。作業服を作るオートクチュールなんてどこにあるの？え、どこにあるの？沙織。はい。弁当買ってきて。一番高いやつ、全員の分買ってきて。早く買っといて。僕のエネルギーをお姉ちゃんにあげる。どうして私が弁当買いに行かなきゃいけないの？自分で行けばいいんじゃない。沙織、沙織、あんた誰に向かって喋ってんのよ。あんたに決まってるだろ。何よその言い方。沙織、そんな口の聞き方してただで済むと思ってるの？沙織、どうしちゃったのよ。沙織、都合は沙織がおかしくなっちゃった。はい、少しはすっきりした。やっぱりあなたの仕業なのね。どうしてくれるのよ。もう最悪。喜べばいいじゃないか。敵よ、キャヘンって言わせたんだから。ゴミ箱が霊界と人間界をつなぐ出入り口だなんて誰も気づきませんよね。いい考えだろ。はい。音を立てずに忍び込み、そっと盗み出して、証拠は残さないように。大変だ大変だ。明日のコンペ用の新作衣装が盗まれた。嘘。嘘じゃない。パックの奥はすっからかんだ。沙織、何でもいいからデザインしろ。え、ピンチなんだよ。何があっても明日までに新作を発表しないと大変なことになる。だから頼む。チャンスだよ。チャンス？そうだよ、自分のデザインをコンペに出せるんだよ。チャンスじゃない。そうだよ、やろうよ。ね、やろう。はい。さあ始めよう。開催に先立ち、弊社社員によりますパフォーマンスをご覧ください。素材にすることにより肌触りが良くシックなデザインとなっています。どれも素敵な作品ですね。
ありがとうございます。 Here we go。プレタポルテコレクションの最優秀賞を発表いたします。最優秀賞は戸田沙織さんです。おめでとうございます。沙織、おめでとう。沙織さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ってください。昨夜私たち3人の作品が何者かに盗まれたんです。沙織、あんたがやったんでしょ。白状しなさいよ。私そんなことしてません。そんな沙織の作品が最優秀賞だなんておかしくありません？確かに盗難事件は起きた。でも今朝には全て元通りに返されていたじゃないか。あなたたちの作品は残らず出品できた。それに比べドレスが盗まれたことを知った沙織ちゃんたちは一晩徹夜をしてそのドレスを縫い上げたんだ。むしろ不利なのは沙織ちゃんじゃないのかな。はい、広瀬課長。もういい。これ以上集大をさらすのはやめろ。結果が全てだ。沙織さん。はい。あなたの作品は優しさに満ち溢れています。自信を持っていいのよ。ありがとうございます。それでは早速沙織さんと契約を結びたいのですが、よろしいでしょうか。汗を流して命を育んでいる農家の女性たちが着る作業服のデザインをしたいんです。わかりました。私が惚れた、あなたがやってみたいという仕事です。応援しましょう。ありがとうございます。私とあなた明日へ歩いて行こう。広瀬さん。沙織ちゃん。ありがとう。あなたのおかげでちょっとだけ勇気が出たみたい。え、私はもう大丈夫。心配しないで。うん。あなたに会えてよかった。うん。僕はお姉ちゃんの弟なんだ。私の弟？その通り。沙織さん、優はあなたの弟なんだよ。私の弟は遠い昔に亡くなって。沙織さん、亡くなったあなたの弟、それがここにいる優なんだ。でももう行かなくちゃいけないんだ。ちょっと待って、優一、お姉ちゃんと一緒にいようよ。いっぱい話したいことがあるの。僕はいつもそばにいるよ。お姉ちゃんのそばにいるよ。これからもずっとずっと見守っているから。元気を出して元気を出して元気を
僕の誕生日プレゼントにお姉ちゃんが作ってくれたメダル、これ僕だと思ってずっと持っててね。ゆういちは世界で一番大切な弟。お姉ちゃん、ゆういちのことが大好きよ。ありがとう。お姉ちゃん、ありがとう。ゆう、時間だよ。道を歩んでいく中で、このミュージカルでの経験は私たちを勇気づけてくれると思います。そしてこれからもこの拓大ミュージカルが皆様の心に届くよう願っています。思い出そう。